海と日本プロジェクト in 福井。今年4月に出荷された小浜酔っ払いサバ。このサバは仕入れた稚魚から養殖したものではなく、卵から育てる完全養殖に初めて成功したサバです。この養殖方法、全国でも九州の一部などで行っているだけです。かつて小浜は未決国と呼ばれ、サバが名産でした。しかし現在、資源量は大きく減少。資源復活を目指し、稚魚の生育と合わせた完全養殖を目指した研究が始まりました。研究拠点は福井水産振興センターです。こちらがサバの稚魚を育てる水槽になります。こちらの小さいサイズが10個、あちらにあります大きいサイズの水槽が2つあります。研究者の児玉さんは、サバの水槽の水温や水質のチェックをするのが日課です。こちらでは2019年から研究を行っています。サバは非常にストレスに弱い魚ですので、ストレスを与えずに飼うというのに非常に苦労しております。ほっとしたという気持ちが一番にあります。しかしながらですね、この研究は養殖を行う上での基礎的な部分がまだできたに過ぎませんので、今後は2ヶ月早く卵を取るなど、福井県の環境に合った養殖の方法を探っていきたいと考えています。稚魚が10センチまで成長したら、タガラスの生けすへ移動させ、そこで2年育てます。その間、酒粕を混ぜた餌で育てるのが特徴だそうです。福井県の綺麗な海では様々な美味しい海産物がありまして、その中でも小浜のサバというのは特に有名なものになります。そのサバをこれからも安定的に供給できるような研究を続けていき、将来にわたって皆さんに美味しい海産物を楽しんでいただければと考えています。海と日本。 Facebook、 Twitter、 Instagram、 チャンネル登録お願いします。